ベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズ、このゲームの模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の高橋光成、対するバファローズの先発は右の東、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の東、マウンドに上がりました。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、1点を追いかけますライオンズの攻撃。先頭バッターは滝沢、投げました、打った、紅林バックしていった、あっと不点ヒットになった、滝沢ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。第9、投げました、初球バント、サードボールを取る、アウト、ランナー二塁に進みました。バファローズ同点のピンチを迎えます。バッターは3番殿崎、ひときわ大きな声援が聞こえます。第4球を投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ、横山ボールを取る、アウト、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは指名打者中村、投球これから4球目、打った、強い当たり、入れば逆転だ、さらに伸びていく、左中間に打球が吹く、入った入った、ホームラン、逆転ツーランホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった、失投だったでしょうか、完璧に捉えられました、4番の一振りで逆転。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。逆転の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは5番ヒルマ、第5球投げた、打ちました、フラフラッと上がった、横山交代、落下点に入った、掴んで、これで3アウトになります。1回が終了しまして2対1、バファローズ1点をリードされています。バファローズ追う展開で迎える2回です。バッターは横山、第9、投げた、打った、これは強烈、入れば同点だ、打球は見送った、ホームラン、同点ホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった、初球から思い切っていきました、横山一振りで同点、素晴らしい一発にチームメイトも祝福。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。2回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは岸、第6球を投げた、外のボール引っ掛けた、内野ゴロ、横山掴んだ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番キラヌマ、第6球を投げた、変化球見送ってフォアボール、フルカウントから結局フォアボールです。バッターは8番古賀、第9、一塁ランナー走った、ストライクになった、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。リプレイをご覧ください。第2球、投げた、引っ張った、切れていきます、ファール。さあ、4球目、打った、いい当たりだ、横山ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、古賀いい当たりでしたが、ショートゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。負け越しのピンチで迎えるバッターは西川、さあ、打ちました、ショート正面、ショートこれは守備範囲内、アウト、3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。東、ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回が終了しまして2対2です。ライオンズ、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは滝沢、第6球を初球見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。バッターは2番源田、
第3球を投げました。打ちました。ボテボテのセカンドゴロ。西野取った。セカンドから一塁送球アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは3番殿崎。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。さあ6球目投げました。ストライク。空振り三振。ボール球を振らせました。東上位打線を三者凡退に仕留めています。序盤終了しまして2対2です。4回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の中村。さあ5球打ちました。西野落下点に入った。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番蛭間。第1打席はショートフライに倒れています。投げました。変化球。空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。右バッターボックスは6番岸。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました。打った。引っ張った。入るか入るか。ワンバウンドヒットになった。岸二塁を狙う。バッターランナー二塁でストップ。岸いいバッティングを見せました。バファローズピンチを迎えます。さあリプレイです。バッターは7番キラヌマ。バブローズ一打負け越しのピンチを迎えています。投げた。あっと引っ掛けた。セカンド右横のフライになりました。取ってこれで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。東2アウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。4回までが終了しまして2対2です。5回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは横山。第1球ストレートはボール。第2球ストライク。第3球ボール。次が4球目。投げた。ストレートはボール。投球これから5球目。変化球外れてフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。バッターは9番若月。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。初球送ってきました。キャッチャー目の前取った。ピッチャーから一塁送球アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。バファローズ勝ち越しのチャンスを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは福田。バファローズ一打勝ち越しのチャンス。投げた。ボール。低めストレートは外れてボール。第3球ストライク。投げた。引っ張った。ジャンピングキャッチ。ファインプレー。二塁送球。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは2番西野。第1球投げた。ボール。第2球打った。センターへ上がった。センターバックヒットになります。西野ツーベース。初安打。打球が転がっている。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。5回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは古賀。最初のバッター初球を打ちました。1・2塁間あっと抜けた。古賀いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。先ほどのプレーです。バッターは9番西川。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました。初球から送ってきました。ボールを取る。一塁へ送る。一塁はアウト。ランナー二塁に進みました。バファローズ同点のピンチを迎えます。ランナー1人。空振り三振。左バッターボックスは2番源田。大きな声援が届いています。第2球打ちました。サードの右。サードこれは守備範囲内。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。東ワンアウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。前半が終わりまして3対2です。ライオンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは殿崎。今日はショートゴロと三振。第5球投げました。打った。痛烈な当たり。センター前ヒット。クリーンヒットです。殿崎ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
ッターは DH の中村。ゲッツーだけは避けたいところ。投球これから2球目、これはストライク。キャッチャー二塁へ送球、これは楽々セーフ、盗塁を許します。リプレイをご覧ください。次が4球目、投げました、三振。バッターは5番ヒルマ、今日はショートフライと三振。投げました、打ちました。打ち返した打球はセンターへのフライ、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは6番岸、今日3打席目。第7球を投げました、打った、あっと取れない、レフトバックホーム、外崎3塁回った、2塁ランナーホームイン。バファローズ追いつかれました、3対3タッチセーフ。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。まず降板、右の阿部、今日2人目のピッチャーとして登板です。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。バッターは7番平沼、今日はフォアボールとセカンドフライ。第1球、ランナースタート、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。先ほどのプレーです。第2球、投げた、ボール。第3球を投げた、高め、ボール球打った、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム。その間に打ったランナーは二塁へ。平沼、いいバッティングを見せました。バファローズなおもピンチが続きます。さあリプレイです。バッターは8番古賀。バファローズ一打負け越しのピンチを迎えています。打ちました。福田余裕があります。センター方向へ持っていきました、取りました。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。中盤まで終了しまして3対3、バファローズこの回1点奪われ同点とされています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは横山、第1球、縦のスライダー、ボール。第2球、打ちました、痛烈、入れば勝ち越しだ。ライトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン。横山今日これが2本目のホームラン、ストレートを狙い打ち、バファローズ勝ち越し、4対3。チームメイトが迎えます。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。平井降板、右の豆田、今日3番手としてマウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。バファローズダメ押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁三塁という場面で、よく初球を打った、レフト下がった、破った、セデーニョ一気にホームへ。バファローズこの回7点目、10対3、横山タイムリーツーベース。バファローズなおもチャンスが続きます。ツーアウトランナー二塁となりまして、若月初球から打ってった、ボテボテのサードゴロ、滝沢ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。7回の裏、ライオンズラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッター打った、横山掴んだ、ショートから一塁送球、あーっと送球それた、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って滝沢、ここまで2打数打ちました、これはいい当たり、ワンバウンドヒットになる。打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、2塁送球、滝沢ツーベースヒット。バッターは2番源田、次はラストボール、投げた、打ちました、阿部、ボールを掴んだ、アウト、源田いい当たりでしたがピッチャーゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。右バッターボックスは3番殿崎、これが4度目のバッターボックス。第3球を投げた、打ちました、引っ掛けた、紅林取った、サードから1塁送球、アウト、3アウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ライオンズセカンドランナー残塁、7回の裏が終わりまして10対3です。8回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者中村、第5球打ちました、横山ボールを取る、一塁送球、アウト。
これでワンアウトランナーはありません。阿部降板、右の山崎今日3人目のピッチャーとして登板です。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。左バッターボックスは5番蛭間。第6球は外角低め、空振り三振。右バッターボックスは6番岸、今日はここまで3打数2安打。第3球を投げました。打った。ボテボテの当たりはセカンドゴロ。ギボ掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。8回までが終了しまして10対3、バファローズ7点リードは変わりません。バファローズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で横山、今日は3安打猛打賞。初球空振り、タイミング合いません。投げました、スライダーボール。第3球危ない球、投球これから4球目。打ちました、いい当たり、レフトへの打球、レフトバッククリーンヒット。中継、バファローズ1点入りました。ギボ三塁でストップ。9回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは平沼。第9投げました、打った、流し打ち、サード左への打球、胸、ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは8番古賀、投球これから2球目。打った、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、センター交代、取りました。さあいよいよあと1人、左バッターボックスは9番西川。スタンドからは大きな声援が上がっています。打ちました、打球は三遊間へ、一塁へ送る、アウト。ゲームセット、バファローズ大差で勝利しました。さて本日のヒーローは横山、本当に今日は大活躍でした。